善通寺駐屯地は、香川県善通寺市南町2丁目1番1号に所在し、第14旅団司令部等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地。駐屯地司令は、第14旅団副旅団長が兼務。体育内の演習場は、国部大演習場、高谷射撃場、大池訓練場、大野原演習場、小野演習場、高知訓練場。体育外では、日本原演習場、相葉谷演習場など。戦前は陸軍第11師団などが置かれ、戦後は四国地区の防衛警備等を担任する第14旅団の司令部及びその主力部隊、主に新隊員の教育を担任する第110教育大隊、業務隊などが置かれており、旧軍時代から四国地方における最大・最重要駐屯地である。特に戦前は同駐屯地を中心に善通寺は軍都として栄えた。駐屯地内にはベトナム独立戦争に参加し、戦死した石井卓を顕彰する石碑がある。駐屯地内にある旧陸軍第11師団兵器庫跡3棟は、それぞれ1909年、1911年、1921年に完成した歴史的建造物である。これらはいずれも2階建ての赤レンガ造りで、明治期の2棟は幅14メートル奥63メートル、大正期の1棟は幅14メートル奥90メートルの大規模な建造物群である。具体的な設計者は不明だが、ドイツ人技師の設計と言われている。屋上の丸型と型のモニュメントは、それぞれ10の正門と正勢を表している。駐屯地内にある駐屯地資料館は、元は陸軍第11師団の司令部隊舎で戦後、陸上自衛隊、第2教育団、第2混成団や、第14旅団の本部、司令部隊舎として使われた。現在、資料館として一般開放されているほか、第14音楽隊が隊舎として使用している。2006年に、第2混成団から改編された第14旅団司令部が置かれ、第14旅団の中心となる。旅団への改編初期には1個普通科連隊を新編する関係から、隊舎や倉庫等が飽和状態になっており、仮設のプレハブ建築物が設置されていた。また過去には、国旗掲揚前に初音ミクの歌う各駐屯部隊歌が放送されていて、インターネット掲示板などで話題となったこともある。近い将来発生が予想される。南海トラフ大地震や旅団の機動旅団化を受けて、施設の近代化や拠点としての機能拡大を行う予定。2018年3月には、第15普通科連隊の即応機動連隊改編に伴い、旅団警備区外に所在していた日本原駐屯地の戦車中隊が移住した。日本陸軍警察予備隊保安隊陸上自衛隊1月18日、第15普通科連隊が、本部管理中隊及び4個普通科中隊、重迫撃砲中隊編成となる。3月31日、第107教育大隊が、大久保駐屯地から善通寺駐屯地に移住。8月15日、第107教育大隊を廃止。第107全般、支援大隊整備中隊善通寺派遣隊を新編。第104施設直接支援大隊、第2直接支援隊を新編。中部方面輸送隊、第104輸送業務隊、第3端末地業務班を新編。第2混成団が廃止され、第14旅団が新編。第305施設隊及び、第2直接支援隊が、善通寺駐屯地から三軒や駐屯地へ移住。ありがとうございます。